小崎チャンネルこんにちは !SMBC 日本シリーズ2022第2戦なんと !3 対3の引き分けまさかの引き分けです。まあ、そうね、全体的な流れで言うと、もう完全に、オリックスこれで勝ったなと。去年とは全く逆の展開で、まあ、1勝1敗。これ昨日のね、勝ちでヤクルト軍行くかなと思ったけど、いや、いかんなと。やっぱそんな簡単じゃないなと。いうような展開が、9回までね。 あの、感じましたけど。まさかの、ね。内山、スリーラン、同点、ホームランで。で、延長、12回、引き分け。12回なん ?15 回じゃん。日本シリーズ、延長15回行こうよ。これ、延長15回か、久しぶりやな。お前、もう、てっぺん超えんぞ、これ。と思いながら、見てたら、あれ、バンバンピッチャー使うな。人、いんのか野手もバンバン使うな。あ、そういや、 なんかあの、ルールで延長12回って言ってたな、みたいな。15回行こうよ面白いよ里崎はやったけども、1時間早い終わんのあと1時間いける俺は15回。15回が面白いよ、日本シリーズはね。って、個人的に思いました。でも結果ね、引き分けっていうところですけども、さあ、振り返っていきましょう。ここはね、忖度抜きの正直な、昨日ね、お砂、論争、なってましたね。あれはね、ベース当たってます。 そうじゃないと。あんだけまっすぐ行って、こう行ってこう、こう行ってこうだとわかるよ。こう行ってこうだからね。そりゃ、あんだけ行かない。ね。あと、ジャイアンツの育成契約。ほら。 言ってんじゃんだから俺、俺四軍制のところでね。で、俺しかも賛否両論あるって言ってんだからもうね。これ議題、議題のしてみんなでね、盛り上がっていこうよ、盛り上がってね、賛否オッ o オッケーで、盛り上がってね、一番いいように話し合ってね、ルール変えていかないと、ジャイアンツもそうだし、ソフトバンクもそうだし、ルール違反はね、どこもしてないのよ。ルール通り乗っ取ってやってるからね、おかしくない。でも、その、ルールがおかしかったらどうするね。 日本と一緒。法律通りやってたら法律違反じゃない。法律おかしかったらどうする変えるんだよ。ねえ。さあ、皆さん。まだこれはね、おいおい動画撮っていきますから、やっていきましょう。と言っても今日ね、えー、延長12回引き分けっていうところでしたけどもね。ほら、昨日の動画で言ったでしょ 山崎幸也の先発、プロ野球ニュースでも言った。なぜ山崎幸也か。バッティングもいい。そして山崎総一郎との、こう幸也総一郎でセットでダブル先発で来る。これ二人で一試合と考えてる。宮城、田島は打席に立たせないで、代打も起こることなく長いイニング投げさせたい。だから二戦目、山崎幸也なんだ。見た。結果。ほら。ね。伊達に、全試合、見てきてないのよ。 他の人がいろいろ言ってるんだけど、これがやっぱ真実だった。見てる俺中島ジック。ね。 ロッッテだけどオリックスもちゃんと見てえだというところでね、投げましたけども。まあ、オリックス先発ね、えー、山崎幸也、ね、4回68球、4安打5三振2四球、えー、無失点と、えー、先発としての役割ね、まずピッチングからいくとね、先発としての役割はね、十分果たしたと思います。あのー、シーズン通りのね、ピッチングできたかなと。右バッターにも左バッターにもね、この右バッターにはアウトコースのストレート、左バッターにもね、インコースのストレート、この逆対角線のストレート系っていうのをしっかり使いながら、えー、右バッターには外にチェンジアップ落としたり、内スライダー入れたり、左バッターには外にスライダー。 次の、ねえー、投球をしてこの幅広いピッチングっていうのはだから1打席も、ね、村上インコースで、ね、抑えて、まあ、次の打つきね打たれましたけど、まあ、詰まらせてるっていうところもあるし、ね、しっかり、ね、村上にも臆することなくして、ね、内に投げながら山田にも、ね、外投げての落としていくっていうところの、ね、ピッチングは非常に素晴らしいピッチングでいい形の、ね、ピッチングできたと思います。4回 えー、無失点。で、山崎総一郎がね、その後2回33球、1アンダー、2三振、1四球無失点と、ストレートもね、速かったね、完璧なピッチング。二人で、えー、ログインニング無失点。えー、完璧じゃないですか。もう中島ディック、イメージ通り、素晴らしい、このね。 ダブル選抜、完璧。ね、えー、ヤクルトは、えー、サイスニード。こちらもね、4回79、6アでド、三3 1、四九二失点。まあ、2っ点ね、取られましたけども、まあ、全体的にサイスニード、こういうピッチングだからね、高めに上ずるって言ってもね、そんなバンバン低めいかないからね、もともとが。だから、まあ、サイスニードも、まあ、失点はしたけども、自分本来のピッチングはしたんじゃないのかなと。だから、その、良い,い,い悪い悪かもわかんないけど、あれがサイスニードっていうサ崎ザキの見方です。まあ、その中でまあ、2失点、まあ、早めにね、変えたっていうところもあるけども、まあまあ、まあ、あんな 感じかなっていうね。まあ、最小失点でいけて十分だったんじゃないかなと思います。で、その中でね、えー、オリックスは攻撃ね、3回、紅林がね、ライトツーベース打ってね。で、ここで伏見がね、えー、しっかり右打ち、あの、高めのボール球だったけどね、ボール球振るのはどうかと思うけど、でも最悪ね、きっちり自分のショートでね、進塁打。山崎幸也がね、引っ張って、1、2位感抜けるね。打球はそんな強い当たりじゃなかったけども、しっかり1、2位感抜けてね、先制タイムリーっていうところで、ここら辺もね、山崎幸也のバッティングにね、えー、生かすっていうところでの2戦目気をね、 投球でも完璧。で、バッティングでも完璧。ね、中地イリュージョン。えー、ところでしっかり1点取って。で、富士見のね、死んだも聞いたね。で、その後、私がね、ライト前ヒットでワンナウト1、塁からね、胸がライト前ヒット打って、サンタのね、ファンブルっていう。で、ここでね、セカンドランナー山崎幸はね、しっかりピッチャーなのに、その隙をね、えー、ついてね、ホームまで帰ってこれたっていうところもいい走塁だったと思います。で、ここでね、ワンナウト1、三塁から、正直で、ね、まあ、ここ三振でね、胸が盗塁成功するんだけども、正直、ここでもう一点ね、 取りたかったね。 結果で言えば。で、その後、吉田敬遠。昨日も言ったけど、この日本シリーズ、5番対決になってくるのよ。吉田の後、村上の後、どう打つか。ね。初戦はオスナが打った。2戦目、杉本どうなんや。1戦目は打てなかった。っていうところでね。3回ここね、サードゴロと、やっぱチャンスで打てつっていうね。5回表ね、まだピッチャーがね、サイスニードから大西に変わって、あたがね、ライト1塁戦を抜けるね、ライトへのツーベース。で、ここでね、胸がしっかりね、セカンドゴロ、新塁打打って、中川がね、アウトになって、で、吉田まだ敬遠。 番どううなるんやっていうねでところでもうボテボテのサードこロラッキー、ね、あのタイムリー、内ンダーっていうねでもね、これね、中村ヤクルトもそうだけどね非常によく考えてきてるリードをねだから昨日はね外、外,外、外で最後ドーンで打ちで今日はね打ち打ち打ちで外っていうね全く、ま、逆の、えー、形になって、まあ、そこら辺はね、えー、杉本もちょっとね頭こんがらがってるかなっていう中でねこの <laughs> ねボテボテの内野安打タイムリーっていうのは非常にね大きいこう1本でね変わったりするんだよ。 何でもいいからね。 タイムリーっていうのはね。で、この3点入って、いや、これでね、流れ来たと思ったね。だからね、ヤクルトはね、この前半、5イニングまでで考えると、昨日とは逆なのよ。全部単打。だって山崎幸ッも打たれてるけど、全部単打。だから結局は、最後の1本打たせないで、あの、得点結びつかせない。で、逆にオリックスは全部長打。<laughs> だから3回もね、ツーベースから始まって、レバ林のね。で、得点に結びつける。で、5回もね、私のツーベースから始まって、得点に結びつけるっていう。やっぱりね、昨日と今日ね、真逆の感じだね。まあ長打が出る か出ないかっていうところでね、得点シーンになってるっていう中ではね、あの非常にあの攻撃っていうところはシンプルにね、見てて分かりやすいかなっていうね。で、まあ、その後もね、オリックスはね、 え、6回。ワンアウトからね、伏見、センター前。で、山崎ね、総一郎。ここで3番の失敗、アウト。やっぱこういったところきっちりしなきゃいけない。パリングの選手でもね。で、その後、アダチフアボール。で、2アウト1入になってね、胸がアウト。まあ、ここで1本出ない。で、えー、7回も先頭中川ね、レフト前ヒット出るけども、吉田杉本 TO がずっとね、えー、三者凡退でクリーンナップで、ね。4、5、6打てず。ね。で、あの、8回は三者凡退。 で9回も三者問題っていうところでねちょっとだけ切って流れをぐっと引き寄せれないね3点で満足してるのかっていうようなね終盤の戦いのも見えたし、まあ、ヤクルトもね6回以降もランナーを、ね、出すんだけどもこれがね全部シングルヒット、ね、であの8回にもツ、ね、ーアウトからオスの仲間がね連続ヒットで続いてサンタのフォアボールツーアウト満塁からねここで長岡三振っていうね、まあ、ワゲスパックが若干ね荒れたけどもで、まあ、ここもね単打なんだよ。 全部単打。だからやっぱ単打ね、がやっぱ得点に結びついてないっていうね、昨日の今日の流れっていうところはあるよね。で、その中でね、オリックスもね、山崎総一郎、その後ね、えー、宇田川、1回ね、21球、1安打一三振、無四球無失点と。育成からのね、もう大舞台。ね、勝ちゲームで投げてる。で、ワゲスパックね、い、あのー、1回24球、2安打一三振、一つのフォアボール。ま、あ満塁作ったけど無失点。まあ、ちょっと不安要素あるね。9回をね、昨日よし、平野がなったからね、どう諦めんのかな やべかなと思ったら、平野やっぱ諦めてね、阿部できた。で、その中で、先頭ね、えー、宮本、センをーのツーベース、ほら、ここで長打が初めて出るんだよ。で、その後、塩見フォアボール、えー、一塁から、内山がね、えー、六球目、ツーボール、ツーストライクから、ホームラン、内山、グッと、同てほら、内山いいのよ。シーズン中から俺言ってたよ。松川と比較したらあれだけどね、内山の方がいいって。まあ、これ、スリーランここでね、あの、一つのね、 さっそチェック。行きましょうか。ね。これね、まあ、ノーアウト1、2塁。次、山田ね。えー、村上と続けるのも9回裏って考えて3点差。それはバンドはないね。もう打っていくしかない。本人もね、後ろに繋いでいこうっていう思いでね、行ってスリーランっていうのは非常に大きかったけども。ここはね、えー、ピッチャー部。で、ね、初球ね、えー、スプリットでストライクを取って。で、2球目ね、カットボールで空振り。これで2ストライク追い込んで。で3、3球目ね、 カットね外。で、これファール。で、4球目、5球目、スプリット低めにいいとこ投げてんのよ。で、ここね、見逃し、両方見逃すのよ。いい形で。プップッってなった時によキャッチャーどう思うかっていうと、んちょ、変化球だいぶ頭あるなと。反対方向も意識してんなと。で、続けてるな。よし、ここツー、ツーボール、ツーストライク。まっすぐ行きやすいと。でね、まっすぐ行ったのよ。で、それが、まあ、ホームラン打たれちゃったんだけど、ここでね、もう一回ちょっと変えるとね、先頭ね、えー、宮本。これね、インコース、ストレートが、今日ね、 まっすぐね、阿部、指かかってないのよ。急速はね、確かに出てたかもしんないけど、指かかってないから、若干全部抜け気味。だからね、強さがない。見てて。で、そこを甘く入ったところを阿部に打たれて、で、塩見のフォアボール、ここも、ね、最後抜け気味の高めに行ってね、抑えきいてないのよ。だから、ガン出てたとしても、まっすぐに力強さがないのよ。そこで、ここ変化球うまくまとめて、最後ストレートっていうところでね、コースも高さも、どっちか、あの高さだったら、もうちょっとコース投げるとか、しないと、 コースも甘い。高さも高い。あのコース投げるんだったらもっと低く投げなきゃ。ね。でもあの高さ投げるんだったらもっとコースってね。どっちかやらないとコースも高さも甘い。しかも若干抜け気味、指かかってない。で、甘に入るホームラン。だからここはもうちょっと阿部が意識してやんないと抜けてたね。んで、ね、キャッチャーとしては、これはね、行くね。あの、やっぱまっすぐ一番使いやすかった。この 2&2 っていうところは。でね、これをね、 もし批判してる人が仮にいるとしたら、それはもうね、キャッチャーとしての配球リードっていうのが全く分かってないのよ。ね、それは何が特徴かっていうと、じゃあ昨日の試合見ていこう。ね、田口が杉本をね、見逃し三振取った。ね、で、最後もトング外のストレート見逃し三振取った。じゃああれ、杉本もね、あ変化球、変化球、変化球で外行ってて、最後、うちあれバーンとホームラン打たれてたらどうするっていうね、それをね、じゃ結局結果論でね、喋ってるだけなのよ。これはね、行きたくなるっていうかね、ここで行きたいっていうね、まっすぐだって。 でもそれを投げきれないところが問題あるんだよね。俺はね、リード的には間違ってなかったと思うね。もうちょっとちゃんと投げてほしかったと思うけども、結局はね、打った打ち山がすごい。で、ここで同点。これもさよならかと思ったけど、阿部もね、その後山田をね、センターフライ。で、あの、村上をね、このスプリットでね、えー、ファーストゴロ。えー、そして最後、オスナをね、スプリットで三振取って、その後ね、しっかり抑えたっていうのは素晴らしい。ここはね、日本シリーズで考えると、落ち込む必要なし、切り替えて。 これはね、まあ、打たれたのはダメだけども、その後、ね、この協力、クリーンナップをしっかり抑えれたっていうことをポジティブに考えていかないと、この短結戦ね、メンタルやられちゃうからね。ね、別に俺はオリックス応援団でも何でもないけど、思ったことを解説するのが佐々木総織。 で、こっからね、延長入って、怒涛のね、どっちが勝ちこくか、サヨナラかっていうところでね、えー、10回もってね、オリックス、ワンアウトからね、えー、小高ライト前、ですで、西野もレフト前打ってね、で、ワンアウト1、2から、ね、ここ1本っていうところで、栗林がね、えー、ライトフライ、そしてね、えー、伏見、えー、ショートゴロっていうところでね、あの、1点取れず。 で、十、えー、10回ね、えー、ピッチャー、安倍から本田に代わって、ヤクルトもね、えー、ワンアウトから丸山フォアボール、で、長岡から送りバンド、ツーアウトに入れて、さよならかっていうところでね、また甘く入ってきた球を、宮本ナイスワッティンのライト前。でもこれはね、ちょっと正面すぎた。で、帰ってこれなくて、塩見がね、えー、最後ファースト裏。このね、良かったね、この、ツーアウト一三塁。で、次が、えー、確かね、ピッチャーがね、入ってるから、代打が出てくるんだよね。これね、落ち、あの、フォアボールもね、 いいっちゃいいんだけども、このね、攻めはね、俺的にはね、非常に良かった。こういうね、攻めをね、するべきっていうね、えー、ところがあるんだけども、それ何かっていうと、あの、2アウトね、1、えー、3塁。まあ、万が一フォアボールでもいいね。で、塩見、あ、今日も当たってる。この日も日本打ってる。ね。で、しかも、ここで打ってたらね、塩見、MVP だったぞっていうね、えー、ところだけども、そこでね、初級、インコース、胸元、い、行こうと思ったら低めにね、なって、ボール。 ねでもここはねフォアボールでもいいからギリギリをしっかり狙っていかなきゃいけないっていうところで2球目もねインコースあのねあのストレート強いストレートしかもねコースにしっかり投げてねあのファーストフライに打ち取るっていうねこういう攻めをこういうことが阿部にできてたって思うけどねこれ本田はね素晴らしいこの,の意識と、えー、技術がフィットしたね、えー、ファーストフライで、ね、しっかり あの、しのいで。で、11回ね、ピッチャーマッカーから清水に代わって、福田がね、粘ってえ、フォアボール。で、足立送りバンドを決めて、よし1、一本というところで、胸ね、長川がヒットを打てず、ね。で、ヤクルトね。 この代打奥村ねピッチャーのところセンター前ヒット、うわ、これクリーンナップの前出たぞっていうね、代走並木が出て、で山田は、ねえー、ファーストファールフライ、で村上三振で、ツーアウトになってここ並木盗塁、ナイス盗塁、足速かった、でねオスやっぱ押すなかっていうねところだったけど、押すんがね、最後空振り三振でスリ、えー3アウト、点取れず、で12回、えー、ピッチャー田口に代わって、吉田がね、えー、ファーストライナー、ね、いい当たりだったけどね。 で大高三振でツーアウトからねピッチャー、木沢に代わってもうここはねヤクルトも12回で終わりだからもう、ね、石橋をたたいて終わったんじゃないけども木沢出したらトングーがもう1位のサンド思い切ってレフト前打ってねでランナー出ました、ねここでね代走したの盗塁ナイスねでその後木沢ボーッカットボールかなあれスプリットだねスーパーワンパンになってあれは中村止めれないねうわ、これもう回ってもいいんちゃうかと思ったらサード回ってきたうわ、回ってきたと思ったらベンチに入って。 テイク1ベースベンチに入ったら回っててもファーストで終わっちゃうんだよねこれはねアンラッキーオリックスからしたらヤクルトからしたらラッキーでねここで注目スリーボールツーストライクこのあと何投げるのかっていうね、えー、ランナー三塁1本打たれたら終わりワールドピッチも怖いよっていう中でね選択したのがねカットボール低めグッド。中村最後あれでもし真っすぐって打たれたらほんとバカだからね もう、ほそはね、キャッチャーとしての必須がない。ね。これはね、球種は変えてもいいんだよ。でもね、そら、だってあんなワンパンしたら、もうまっすぐ1-2-3、膝当たったら来るって思うやん。普通ね、バッターは。そこで行って1-2-3で打たれた本ほんとなんなよ。でもあそこで、しっかりね。だってワイルドピッチの危険性もあるわけ。あんなスーパーワンパン切れたらどこまで信用できるんやと。でも。 あそこでどんな状況でも変化球のサインを出せるかどうかがキャッチャーとしてのプライドと資質と能力値が試されんのよ。それをね、中村、サッと出して、ワンパン来て止めてる、完璧。 ああいったところがね、やっぱ素晴らしいね。さすが、リーグ優勝もしてね、日本シリーズも出て、いい形でね、落ち着いてできてて、多分 WBC にも選ばれると思うけどね。このね、選択でね、中村の素晴らしさがね、やっぱ際立ったね。このね、フォアボールのね、一球のサインを出したことによっての、このリード、素晴らしさ、これが分かったあなた。 リード語れるかもわかりませんよ。でも批判はしちゃダメですよ。で、その後ね、伏見ね、男伏見になれるかね、頑張ってきたよ、リードをね、一本打てるかっていうね、シュート1位の3で行ってね、バットおられるっていうね。だから、トングみたいに行けばよかったけど、ちょっと厳しいとこすぎたね。あそこね。 それかもう思いっきりでファールを打つぐらいってもよかったけどね、木、ま、澤、あ、でもなんとか踏ん張って、まあ、ヤクルトの、ねえー、負けはなくなってで、その後ね、近藤がね、久しぶりのオリックスね、投球出てきて、ね、えー、しっかりオリックス打線を3人で抑えて、まあ、引き分けっていうね、えー、ところになったけども、まあ、節々にね、いい形もあったけど、やっぱオリックスとしては勝ち切りたかった。でもアピはね、その後よく抑えたなっていう。あとね、一つね、問題に多分なったんだからね、11回だね、福田がフォアボールで出てね、形の。 送りバンドが若干ね、ショーフライになって、中村がね、ところにね、足立が邪魔になって当たってね、守備妨害ちゃうんかみたいなね、高須監督来たけど、あれはね、守備妨害にならないのよ。足立うまかったね。あれ若干遅らしてね、あれね、見ながらでも、中村の方見てないからね、あれ見てたらね、若干怪しかった。あれね、見ないで、走ろうとするそぶりだからね、走ろうとそぶりをする中で、中村が来て当たったの。だから手出してるっていう人いるけど、走る時にってこうなるじゃん。 っていうね、不自然性はね自然に。あれはね、うまい。ワンテンポ遅らしてから走るのよ。そしたら絶対当たるのよ。あのね、私の総理はね、意識的なのか無意識なのか分かんないけども、あれはね、取られることは絶対ないです。中村がやらなきゃいけなかったことは、あれね、ドーン突き飛ばすんだよ。突き飛ばして、こかして取りに行かないと、それぐらいいかないと、突き飛ばして、こかしてもね、大丈夫なのよ。総理妨害とかなんないから。ねまあ、そこら辺は、さっきチャンネルを見て、皆さん、勉強していきましょう。こう性格悪くやっていかないと、あんなのまともに言ってたらやられちゃうよ。 さあ、ということで、えー、2戦目ね、単体3の引き分けっていうところ、佐々木がね、そうチェック、えー、していきました。皆さんね、どういう展開でしたかまあ、まだまだね、盛り上がります。ということで、2戦終わって結果はね、ヤクルトの一勝一分けです。えー、舞台はね、えー、火曜日から、京セラドームに移して、えー、試合展開どうなるのか、DH を含めた戦いね。いや、まだまだこれ一筋縄でね、行かなさそうな展開になりましたけども、オリックスとしては、勝っときたかった。 ヤクルトとしては勝ちに等しい引き分けだった。ね。続いて最後はどうなるのか皆さんね、サズザキチャンネルと共に日本シリーズ楽しんでいきましょう。あ、そしてここで報告です。えー、火曜日ですね、サズザキチャンネル日本シリーズを見ながら、えー、生ライブ配信をやります決定ですだから皆さんもね、ぜひサズザキと飲み会 え、しながらですね。えーつ、質問もその時ね、お受けしますので、ぜひぜひコメント欄でね、質問をしながら、えー、プロ野球を見ながらですね、ワイワイ楽しんでいきましょう。火曜日です。えー、まあ試合時間ぐらいにね、アップ、になると思いますけども、皆さんね、まだあの、コミュニティでね、発表されると思うんでね、そこら辺皆さんチェックしてください。ということで、第2戦、サ々キチェック、終わりです。それでは。